私自身は学生の頃とかは研究室の中に閉じこもってずっと実験をやって、自分では楽しいんですよ。独創的研究やって誰もやったことない研究データが出て、うわ出ないと思ったのが出たってなるとそれ楽しくて、だけどじゃあそれを自分のキャリアにつなげられるかっていうとなかなかできなくて、あなたが一体どういう人なの、どういうような能力を持ってどういう人なのかっていうことをやっぱり分からせるような活動も少しはしとかないと、自分のさらに先を少し意識して、そしていろんなものを身につけたりとか研究をやってみたりとかすることが大事かなと。ナノテク分野でキャリアアップを目指す研究者のためのゲートウェイ、それがナノテクキャリアアップアライアンス、クーパルです。その新たな人材育成の仕組みと魅力をご紹介しましょう。ナノテククーパルは産業技術総合研究所、物質材料研究機構、高エネルギー加速器研究機構、筑波大学、京都大学の5つの A 機関が中心となり、10の大学で構成される B 機関と連携してナノテク分野の人材育成を行います。さまざまな企業も含めたプロジェクトが行われている中で、そこのリアルな状況を体験していただいて、その中で技術的な能力を開発するとともに自らの能力を高めていくと、こういう機会を提供したいというのがクーパラの最大の目的であります、ね、NRP コースは新たな地の創生を牽引するプロフェッショナルを育てるコース。連携機関内の助教やポスドクを対象としています。コースの参加者は新たな研究テーマを開拓するために共同研究を A 機関と行うことになります。 A 機関の設備や人的ネットワークはどこでも活用することができます。こちらはまさにその最新鋭の電子顕微鏡ですので、非常にさまざまな手法があって、その像だけではなくてさまざまな情報を取れますの で逆にそのために非常にまあ敷居が高くてですね、なかなか難しい部分はあるんですけども、そういったことをこのクーパルを通してですね、マスターしていただけるというふうに思います。デバイスを作る場所としてそのナノハブ拠点というのが最適なところだと思いますので、私はずっとデバイスの作成とか加工とか、設計の技術をずっとやってきましたので、その人の材料の技術と組み合わせて新しいデバイスを実現するっていうことを提供することになるかなと思ってます。違った分野と自分の得意とすることを融合させることで、また新しいものを自分のものとして身につけることができて、自分の研究の幅を広げることもできますし、新しいことができるチャンスが広がると考えてるんで、僕にとっては非常に魅力的なシステムというかプログラムだと考えてます。クーパルの方ですと企業関係の研究者の方もいらっしゃるので、やはりこう考え方であるとかバックグラウンド、研究の目指す方向というのはだいぶ違ってきますので、新しい考え方というか、普段接していない考え方に接することができるので、私自身も非常にいい刺激をいただいております。いや、非常に面白い場所ですね。研究者がとても多いですからね、街の中に。あともう一つの特徴は外国人が他の日本の地域に比べて多いことだと思います。やはり国際的な場というのは研究者にとっては非常に大事なところだと思います。トップレベルの研究者が多くいますので、常にその情報が入ってきますし、何より装置が充実しているのでいい場所ではないかなと思います、はい、スペシャリストというかパフォーマンスの高い方がすごいいらっしゃるので、そういう方とやっぱ交流していくということはやっぱ自分のこう能力も少し引き上げていただけるっていうのもあるので、そこはすごい魅力的だと思います。周りにいろんな実験をしている人がいます。実験手法も違ったり実験対象も違ったりする、そういう中でいると、自然と自分のやっていることの隣、あるいはさらにその隣っていう広がった視野を持って、さらにそれにうまくすれば自分もその別な研究手法を学ぶっていう機会も多いと思います。産業利用もフォトンファクトリーでは行われておるので、大学の先生そして企業の方と多くの方と接する機会があることに魅力を感じております。
あ、こういったものに今ニーズがあるんだなということを知ることができて、そのいろんな物質、新しい素材等の開発にもこれからは、研究をしていきたいと思います。このプロジェクトをまあ通してベンチャー企業をまあ作るような、それでまあお金をもう少しこう集めてやっていくような、そんなことを考えています。普通のプロジェクトとかだと一つ一つの共同研究機関が別個に研究することが多いと思うんですけれども、グーパルはそのもともとのプロジェクト費もそのホストのところに置けるということで、そのホスト のグループのところにかなり密に入っていって研究ができるっていうのは非常に大きいところで、で私は産総研で一緒にやろうという話になってるんですけれども、スーパークリーンルームとかを使い企業の人たちが非常に参入してきているので、新しいアイディアだったり実用化へ向けたこうポリシーというのを、まあ企業の人たちだったり産総研の中の人たちだったりに聞きながらできるんで、そこは大学にはないところだと思います。クーパルに入ってきていろんな人たちと会うことによって自分の人生を新しいものへ、新しいフェーズへ変えていくことができると思います。キャリアのアップという意味ではいろんな道筋があると思うんですね。そのいろんな道筋を知っていくことができる、その機会をクーパルはあなたに与えようとしています。ぜひクーパルへお越しください。